米軍の訓練移転のための馬毛島への自衛隊基地整備計画をめぐり、西之表市は今その賛否に揺れています。西之表港の近くで宿泊施設を営む荒木正臣さんは、自衛隊基地整備を好意的に受け止めています。工事関係者がやはり種子島に中長期的に滞在をするだとか、資材を置いたり調達をしたりとかっていう形で経済が回ってるっていうところのお話をお伺いをやはりする機会が多いんですよ。地域経済自体が動き出そうとするタイミングなのかなと。同じく推進派で市議の杉為明さんは、今年5月に防衛省が実施した自衛隊機のデモ飛行を機に住民の意識が変わったと感じたと話します。まあ、これぐらいの音と、比べるわけにはいかないんだろうけども、基地再編交付金とかいろいろなその経済効果を天秤にかけた場合に、これはもう西本の現状を現実を見据えた上でやはりもう真摯に受け止めないといけないんじゃないかなっていう方が増えたですね。経済効果を期待する声が上がる一方で、島の将来を不安に思う住民もいます。今の私たちの決断が本当にその子ども孫世代それ以上にまで、恒久的に引き継がれていく結果になるので、そこに対する不安っていうのはもう大変大きいです。反対派の住民からは騒音問題や環境破壊、治安を心配する声が上がっています。この日、西之表市の古田港区では、地域の課題について住民同士が話し合うワークショップが行われていました。やっぱり地域住民が出て、そこで交流をしていく。話しかけること、話さないとダメや。人口減少っていうのが一番の課題であり、小学校が今20名弱なんですが、もう 2、3 年経つと一桁台になります。もうそういう現実がこう目の前に来ているので、今手を打たんといかん。自衛隊員やその家族が暮らす宿舎がこの地域に来れば、子どもが増え人口減少を食い止めることができるかもしれない。そう一縷の望みを託す住民もいます。あなたは賛成派か、私は反対派やって、そういうのがもうそういう駆け引きがこうやっぱり世間の中で聞こえるようになったので、ギクシャクしてるのかなと。自身は中立派と話す久保田さんは、港区長として住民からさまざまな意見や考えを聞いてきました。どっちもの主張が分かるので、そういう話を聞くたびにどっちの意見も分かるよねって、いうところかな。本来なら岩国にも行ってみたり、違うところね、別の場所にも行ってみたりして、そこの住民から本当の生の声を聞くっていうのもいいのかなというふうには思います。何をされていらっしゃるんですか？今は久部良青年会の草刈り作業です。与那国駐屯地の糧食班です。自衛隊員の方？自衛隊です。はい、年齢が近い全世代が多いってこともあって、話しやすくてもう同級生みたいな形で話しやすいです。自衛隊基地配備から5年が経った日本最西端の沖縄県与那国町、人口およそ1700人のうち隊員とその家族は200人以上を占め、子どもが増えたことで学校の複式学級の問題も解消しました。町民税はおよそ4000万円増え、毎年入る駐屯地用地の賃料およそ1500万円で、学校給食の無償化も実現しました。さらに基地の敷地内には住民も自由に使えるグラウンドも整備、地域の運動会などで3つの集落が3チームに分かれて競えるようにと、トラックは特注で9レーン設けられました。街中迷彩の車が走ってたらちょっとざわざわというか、そのちょっと不安を覚えるような感じになるのかなと思ったら、
まあ、実際来てみたら、まあ、皆さんその例えば台風の災害の時とかも率先して対応してくれますし、もうすごいイメージが変わりました。6年目という非常にこう歴史の浅い駐屯地ではあるんですけれども、やはり今までのこの試み、駐屯地としての取り組みが今の与那国の与那国駐屯地と与那国島の島民の皆さんとの関係につながっていると思いますので、地元に根ざした地域密着型の活動というのを引き続きやっていくことで理解は得られるのではないのかなというふうに思っております。自衛隊との共存を選んだ与那国町ですが、当初は西之表市と同様計画に反対する住民も多く、町議会でも賛否が分かれました。しかし基地の配備後、町は潤い、にぎわいを取り戻した今、表立って反対する人の姿は見えなくなりました。反対の声ってのはあまり出てこないですもん、出せなくなってきたっていうのかな。5、6名は島が出てきますよ、反対運動していて。異論の消えた島。防衛省は敵の通信を妨害する電子戦部隊の配備も検討しています。自衛隊の話をすること自体あまりなくなってしまって、これからでもみんなそう、もう配備されたからしょうがないって思ってる住民が多いけども、こういうふうにまだ自衛隊基地のこと心配してる人がいるっていうことで、少しでも保たれたらと思うんだけども、はい。アメリカ軍基地との共存を選んだ町、山口県岩国市です。日米が馬毛島の基地で FCLP を実施しようと計画しているアメリカ軍の空母艦載機。3年前、神奈川県の厚木基地から山口県の岩国基地へ移住しました。基地の強化に反対する市民団体は、10年以上前から月に数回の集会を続けています。今までに過去にない猛烈な騒音が我々の頭上に降りかかってきました。アメリカ海兵隊も駐留する岩国基地では11年前、騒音対策などのため滑走路が沖合に移設されました。岩国市によると、昨年度に観測された騒音は艦載機の移住前に比べると9割の測定地点で悪化しましたが、移設工事前との比較では8割の地点で改善しています。最初は皆さん大変怒りと思って、驚きと怒りがあったんですけども、だんだん慣らされてきて。艦載機の移住は恩恵ももたらしました。基地の滑走路は民間空港との共用となり、東京などと結ぶ定期便が就航しています。市内で暮らすアメリカ軍人とその家族は1万人以上に膨らみ、商店や飲食店ではアメリカ人客の姿が珍しくありません。商工会議所によると、日本の思いやり予算などで発注された基地関係の工事は、軍人向けの住宅や日米共用の運動施設、基地内の学校など10年間で4388億円に上り、およそ4分の1を市内の業者が受注しました。特定 JV という制度も作っていただいて、地元業者が受注しやすい状況を作っていただいたんですね。当時は建設バブルというような感じだったです。艦載機移住をめぐっては、2006年の住民投票では反対が9割近くを占めました。国は反対する当時の市長に対し、市役所新庁舎建設の補助金を凍結するなど揺さぶりをかけました。2008年の市長選で初当選した現市長がその後容認を表明すると、一転して基地関連の交付金を財源に
給食費の無料化などを進め、飴と鞭を使い分けてきました。関西機の受け入れに動いたベテラン市議は、その菅官房長官のところにね、やっぱり空母関西機を受けるにあたって、まあ、一番分かりやすい還元方法はやっぱり給食費を免除してもらったら、おじいちゃんおばあちゃんも喜ぶし、若いお父さんお母さんも助かるからということで、うちの会派でね、みんなでいろんな官邸の方行ってお願いして。一方、敗れた前市長は騒音の被害が増し、人口減少にも歯止めがかかっていないといいます。きちっと引き換えに国からお金をもらってその地域を発展させようっていうのはもう幻想ですね。生活環境を破壊して安全安心な生活ができないっていうところに、で子育てしようとかですね、若い人が住もうかって選択されないですよね。施設整備や市民サービスに充てられてきた基地関連の交付金、しかしその一部は15年間の交付期限が今年度で切れるため、市は国に対し継続を求めています。いつまでもそれが続くわけじゃないですからね、切れた時に本当にどうするのかって、残ったのは施設、立派な施設が残って時間利費がいっぱいかかるわけでですね。市内でコーヒー店を営む津田正夫さんは、アメリカ人の客の多さを考えると基地のメリットはあるとした上でこう言います。防災施設っていうのがすごい充実して住民としてはありがたいなっていうのはありますね、はい、その反面やっぱりこんだけ、なんていうんですかね、防災施設を充実させるってことは、まあ、もしかしたら何かあるんじゃないかなっていう不安も若干はあったりしますけど、うん、狙われやすいのかなっていうのは常になんか意識してますね、1月の西之表市長選では基地反対を訴える現職が僅差で再選されましたが、市議会議員の議席は賛否が拮抗し、世論は真っ二つに割れています。今回の衆院選ではどのような民意が示されるのでしょうか。養わんといかんものがこう違ってくると、もう主張が変わってくる。万が一そういう思いが全然こう生かされんような国であったら、日本国はつまらん国だと思うし、やっぱりいろんな意見をまた国も聞いた上で、でその中でやっぱり折り合いをつけていかないとこの問題解決せんと思います。